でございます。博多祇園山笠の振興会総会がこのように盛大に開催されることをお喜びを申し上げたいと存じます。この博多祇園山笠は781年の歴史を刻んでいます。武田会長をはじめ歴代の会長様、そして各流れの皆様に、敬意を表する次第でございます。さて、山笠といえばそもそも疫病退散で始まったものでございます。コロナを吹っ飛ばすためにですね、去年は飾り山を公開をしていただきました。そして先ほどは武田会長のお話の中に、ぜひ柿山もぜひ奉納したいという力強いお話をいただきました。ぜひ、福岡市としても感染対策、それから、ワクチンについてはですね、2回目までの接種は大都市の中でもトップで終わっています。また3回目の接種も前倒しをしていたりだとか、それから市役所でも今1回でですね、予約なしで接種を受けることができる、こんな体制を側面からしっかりと感染拡大防止を図っていきながら山の後押しができればと思っております。今年の山、素晴らしいものになることを記念します。また、遅れましたけれども、この後来年の3月に、地下鉄七隈線が全線開業いたしますが、これについては、宮司のお許しをいただいてですね、串田神社前駅という名前にさせていただきました。未来に向けてこの山が素晴らしい形で継承されていくことを記念いたしまして、挨拶とさせていただきます。ありがとうございます。